ピアノ競争曲第一番変歩調調 S124R455 はフランツ・リストが1830年代から1856年にかけて作曲したピアノ競争曲。リストは本作の競争曲を作曲する以前の1821年頃に2曲のピアノ競争曲を作曲しているが、この2曲は現在楽譜が紛失しているため、 本作が最初に完成させたピアノ競奏曲ということになる。本作の着想は1830年代頃に書かれたスケッチ帳に第一楽章の冒頭主題と修楽章の後進曲調の主題が書かれていることから、この頃からすでに着手していたと考えられている。1835年に初稿が完成され、この初稿は全三楽章から構成されるものであった。 その後リストはこの稿を単一学章の形式に改訂を行い、1839年に初稿の改訂版をひとまず完成させているが、ピアニストとしての活動もあったため、中断を余儀なくした。再開したのは7年後の1846年で、バイマル近郊のアルテンブルクの別荘で本格的に着手し、1849年7月に最終校を完成させた。 しかし完成後すぐには発表せず、1853年に再び改定し、初演後の1856年にはさらなる遂行が加えられている。初演は1855年2月17日、バイマルの宮廷で行われた演奏会にて、エクトル・ベルリオーズの指揮と作曲者自身のピアノによって行われた。全体は4つの楽章から構成され、 全曲を通じて連続して演奏される。演奏時間は約17分、ないし18分。ありがとうございます。